ぼくれとね。だから言うてるやろいつも。だから我慢してるじゃん、お前そうじゃん。もっと嬉しそうな顔してる時あるやん。服買った時とかさ、そうそう、俺にあのおっさんの顔、お前もあんなくなってまうよ。さあ生き残っていこうぜ。よじ登って勝ち残って金使って金稼いで
この一期から私は SOB の一期だったんですけども、本当になんかブログ、校長のブログを読んだ時に、分かんないんですけど、もう読んでても、あ、ブログとか読まれましたか、読んでいただいて、ちょっと読んでて、本当何が何だか分かんないけど行かなきゃって思ったんですね。私今千葉県に住んでるんですけども、その時名古屋に住んでて、どうしてもその文で読んで、私絶対これ休んででも、仕事休んででも行かなきゃなって、お利口ちゃんとかバカとかよく分からないけど、もう行くしかないってその時思って、サーティングセミナーに行ったんですけども、多分ね、皆さん今座ってても緊張してる方もいらっしゃると思うんですけども、私もすごい緊張してます、実は。本当に SOB 来る前は自分のことがすごい嫌いで、もう何でもかんでもできないって思ってて、それが普通の私だと思ったんですよね。私がやりたい SOB って心から笑える人が増えたらいいなと思ってるんですね、私。その心から笑えるっていう状態って、一人一人が自分が好きなことやってる時って、ニコでもニヤニヤでもしてると思うんです。本当に自分が今やりたくないことやってるなとか、やりたくないことやってるのももしかしたら自分の選択だし。でも本当に一歩踏み出したいと思ったときに、動ける自分がいたらなって思う、いたらなって思えるような自分になりたいなって思う人を私は応援し続けたいと思ってます。そういうような SOB を私はやっていきたいと思っています。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。今日は暑い中、こそ浅草までいらしていただきます。浅草お伝えしたらしいですね。SOB の校長をしております山下と申します。今日はありがとうございます。なんでここに来ちゃったんだろうって今ね思ってらっしゃったんですけど、ありがとうございます。 SOB はなんで知っていただきましたか。一期の、はい、あのさっきの協力してくださいみたいなのが、はいはい、見たんですけど、はい、見ただけに協力はしてないので、はい、まあ、あれは拝見はしてまして、あ、なので足立さんとか、はい、村上さんとか、あのそれぞれ前の会社にいた時にお世話になってます。あ、そうなんですね。というのと、その後佐藤さんのご縁がその代わりのりであって、はいはい、佐藤さんがやりますっていうのをフェイスで拝見して、はいはい、まあ、とりあえずせっかくだからお子さんを買って、まあ、そういうことで大工の見てたので、はい、知ってはいたんです。はいはいはい、まあ、最初の千三角と千ジャンプスと、あとラジオ体操やってましたよね。あのパッと見あれを見せられたらやりたくねえよって多分思うと思うんですよ。私もやりたくないですよね。なんでやらなきゃいけないのって思うじゃないですか。あれは毎回違うんですけど、あの会っていうのは、うちの協力講師の田中勝成という先生がおりまして、彼が公開ミッションで必ずメンバーたちに決めさせるんですね。メンバーたちが決めてやるんですよ。で、1期は、まあ、千ジャンプスと千サンクスをやって、で4期はラジオ体操をやって、で大阪での3期は電車ごっこっていうのをやったんですね。それも全部メンバーたちが決めたミッションなんですが、まああんなの見せられて私も後ろで見てましたけど絶対やれないと思いますね。でもそれは彼らが決めたことなので、これから6期7期5期ありますけれども、皆さんが
それぞれ決めることなので、あのミッションは毎回違うということだけちょっと頭に入れといていただきたいと思うんですが、ご用意していただきましたか。私はあのここには俊之介さんがあって、はい、そこに紹介が出ていて、はい、で、あの気づい見たのが昨日偶然見て、ちょっと待ってください、心谷俊之介さん理想美紹介してますか。心谷さんだと思うんですけど、はい、心谷さん関連のブログを見て、でここで何か紹介をされていて、ごめんなさい、心谷さんいや、あの千之助さんも多分紹介してくださってるとは思うんですが、それかなり前だと思うんですよね。そうです帰り前のを見てくださったんですね。ブログを見返していて、はい、そこで紹介されていて、はい、で、あ、明日だ、明日だ、社会を進んでるって決まってきました。あ、そうだったんですね、はい、多分去年の今頃かもうちょっと前ぐらいに紹介をしてくださった記事を最近もしご紹介いただいているのであれば速攻連絡してお礼を言わなきゃいけないので頼まれて来てくださったんですね。昨日の夜、すごいですよね、その信頼関係。明日の夜されたんで特に決めてないんだけど、行ってこい、お願いがあるんだけどできたらこんなでね、何時に動くんだけど、何時に動けばいい、あとでメールするよかなり長いお付き合いでいらっしゃるんですよね。あの長いっていうのは、はい、深いっていうか、いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどういう経路でこちらまで来ていただいて、Facebook で、はい、じゃあ私経路ですか。 ありがとうございます。なんとなく分かってくださってます。何か見てブログを見たりとか。あ、そうですね、はいはい、あのクソ長いブログを見てくださって、まあ、あの話の舞台になっているのは本当この辺なんですね。ずっと西浅草ですか。2、3年ぐらい前から。2、3年だ、はい、そうなんですよ。ちょうどこの辺が舞台で、仲見世まっすぐ行って、ロックスってあるんですか、ご存知ですか。あの辺の競馬場のあたり、もう今でも多分煮込みついて日本酒飲んでる親父がいるようなあたりね。あの辺りで、ちょっと何て伝えるのかな、もう何の変哲もない飲み屋さんがあるんですよ。でそこにたまたま行くことになって、で、まあ、何て言ったかっていうと、そのおみこしの話読んでくださいましたよね。であの関係で、まあ、義理事なんでどなたかが亡くなると必ず行くっていう、その流れで全く何て言うんですか、何にも別に特色のない、何が美味しいとかでもない有名な店でもないところに行ったんですよね。そしたらそこでみんな黒ずくめで、10人ぐらいで、おっさんばっかで、その中にまあ可愛いような2人ぐらい入って行ったんですけども、その中1人私ですからねで行ったんですよ。そしたらね、そこの飲み屋さんの息子さんが帰ってきて、作業服姿で帰ってきたんですよね。多分電気工事からの仕事をされている方が帰ってきて、そこで私はその彼のことは知らなかったんですけど、みんなメンバー知っていて、おかえり迎えて、息子さんを迎えたんですよね。じゃあその息子さんが一言、今日は皆さんお揃いでお弔いですかって言ったんですよ。そのお弔いっていう言葉のあまりの美しさにちょっとノーティンハンマーな感じ でその時私2冊本を出してたんですね。私こんな言葉を普通にさっと使えない、何が本書いただよ、何が著者だよってね思ったわけですよ。その時になんか私のやってること違うなって、それまで本を出すこと、あとAmazon で順位を上げること、それから人脈を作ること、有名になること、成功すること、それをずっと追ってきたんですよ。本を出せば名前が売れれば金儲かんじゃんって、でそれをずっとやってきたんですよ。でもその時にその息子さんに、今日は皆さんお揃いでお弔いですかって言われた時に、いや私のやってること全然違うな、つうか昔はずっとこういう風に生きてたよなって思ったんですよ。
何も考えないで、何がうまいでもない、汚い、狭い、うなぎの目所みたいな居酒屋に行って、好き勝手なこと喋って、仲間がわーわーやってる。で、その仲間が好きで好きでしょうがなくて、そこにいるのが幸せでっていうような毎日を送ってたはずなのに、私どこ行っちゃったんだろうなってその時は思ったんですよね。で、私やってること違うんじゃない。で、その時にもう、多分震災から3ヶ月ぐらい経っていた時だったんですね、ちょうど。で、そこからもう今までやってたことが全くできなくなってしまって、震災で揺れを感じた時に、あ、もうこれ終わったなって、何が終わったのかは分からない。でも終わったなと思ったんですよね。で、もう終わったっていう意識が自分の中にあるので、従来やってきたことが全く手につかなかったんですよ。例えば、その、なんていうのかな、仮面をかぶって仕事をするじゃないですけども、儲かってないのに儲かっているふりをするとか、あと、成功してないのに成功しているふりをするとかっていうことを良しとされてた世界にいたので、こうやんなきゃってみんな不安になるじゃんみたいなね、ことを言われて、それをずっとやってきたんですが、それはもう終わったなっていう意識がズドンときたんですね。でも前のことはできなくなっちゃったんですよ。で、そんな矢先3ヶ月後ぐらいに聞いたその音村井っていうその5文字で、私は我に返ったというか、私はこんなことやりたいんじゃない、じゃあどうすればいいんだろうって思った時に、いい人が増えればいいのにって最初思ったんです。いい人が増えればいいのに。でもいい人ってそれぞれ皆さんの価値観の中で違うじゃないですか。都合のいい人もいるし、本当にバカみたいにいい人もいるし、いや違うな、いい人じゃないな、なんかいい人ねとか言われるの薄っぺらいしなと思ってよくよく考えたんですね。で、その時に思ったのが、いいやつだよ、増えてほしいな、いいやつだよと思ったんです。じゃあいいやつってなんだろう、私の中のいいやつってなんだろうって思った時に、まあそのおみこしの世界でもう30年担いでるんで、あいつらしかいねえなと思ったんですよね。で、じゃああいつらって何なんだろう、バカだよね。でそこにバカにたどり着いたんですよ。よかったです。もう私あれですよ、皆さんが誰か笑ってくれればいいなと思って1時間ヒヤヒヤしながら後ろにいたんですけど、よかったです。そう、本当にバカしかないじゃんと思ったんですね。でも私がバカに憧れるということは、私がそのまま持っていれば憧れることはないと思うんですね。なんでこれほどまでに焦がれるまでにバカに憧れるのかっていうと、私は究極のお利口ちゃんだったんですよ。もうとにかく道を外してはいけないと、道を外してはいけないで、まあ本当究極のエコちゃんでしたね。ボンクレの挨拶は絶対欠かさないし、とにかくきちきちきちっと、なんかこんな風で見えて、小学校からお琴をやってたりとか、割とちょっと両家の子女風に育てられたんですね、母子家庭なのに。で、なんかそういうしきたりみたいなものをすごく守るように育てられてたので、本当利口じゃなかったんですよね。でも私の付き合っている人たちは、ご存知の方は多分ほとんどいないと思うんですけども、浅草スペクターって言って暴走族なんですね。で、まあ、その中ですごい面白い人がいて、暴走族なのに料金所でお金払っちゃうとかね、そういう人たちなんですよ。大丈夫っていうね、そういう人たちとずっと付き合ってきて、ああいう人たちが本当それこそ Facebook のフェの字も知らない、人脈だとか人のこと全く考えてないような人たちとずっと私は付き合ってきて、究極の幸せってここにあるんじゃないかなということを思いました。そして SOB を立ち上げたのが、2011年11月11日お読みいただいた多分ブログだと思うんですけども、あの時に初めて、
公表しました。でそれからもうすぐ約2年になりますけれども、今1期2期3期4期まで終わって、メンバーは40名おります。でそうですね、40名のメンバーの共通点を申し上げますと、クソ真面目です。それだけは共通点ですね。なんでそんなに真面目なのっていう、まあちょっと褒め言葉を混ぜるとすれば愚直っていうんですか、褒め言葉になってるかどうかわかんないけども、なんでこんなピュアなんだろう、なんでこんな誠実なんだろう、なんでこんな正直なんだろうっていう人たちばっかりです。なので多分なんだかわけのわからない学校に飛び込んできてくれたんだと思います。そして今も後ろから、兵庫から駆けつける人もいるし、それも知らせませんからね、私たち一切なんでいるのっていうような人がいたりとか、そういうなんか本当に、まあ、わけがわかんないメンバーなんですね。で学校もわけがわかんなければメンバーもわけがわかんないようなところなんですが、一つだけ言えるのはそのクソ真面目なところと、あと卒業したメンバーに関してはより自分らしく生きて、そして周りを幸せにしているというのは確実な、本当に何もわからないんですよ。それはですね、1期から今日まで全部一緒なんですね。で先ほど前に出てきたオレンジの、ね、トレーナーの2人も、彼女は1期で、男性のジュンザルロートレーナーは2期なんですよ。でそんな中ですね、本当にあの方たちが受けた時のスターティングセミナーも何にもわからない状態なんですね、まあ、1期から4期から全部そうなんですけども、本当にそうなんですよ。にもかかわらず、女性の松山トレーナーはその日にトレーナーになることを決め、そしてジュンザブロートレーナーもそうですよね、ほとんどそうですよね。その時に全く何もわからないのに俺はトレーナーになろうと決めたという、本当に奇特な方々素敵ですね、本当にね、何がどうしたのか本当さっぱりわからない感じですけども、そのね、まあ、なぜ数秒スタートしたかというのは先ほどちょっとお話をしましたけども、とにかく、まあ、バカが増えたら世界は絶対変わると思ったんですよね。バカの定義っていうのは、もし、何も読んでくださってなかったらちょっとお話をしたいと思いますけども、まあ、思ったことを すぐそのままやったり言ったりできる人、そして、だけれども別にわがままではなくてありのままというか、そんな人たちが増えればきっと世界はきっとというか絶対変わるなと思って作ったのが理想美なんですね。そして今日何もお伝えいただけないですよってお伝えしたじゃないですか。それは何でかというと、うちの12回のカリキュラムは完全非公開なんですね。1回から12回まで何をやるのかお知らせすることができないんです。それはなぜかというと、毎回、まあ、例えば今日浅草に集まっていただきましたよね。5日目のカリキュラム、じゃあ浅草に集まってください。その時に発表されるんです、今日何やります。なのでメンバーも誰も知らないです。そうなんです、はい、まあ、こっちは楽しくてしょうがないんですけどね。じゃあなぜそれをやるかというと、私たちいつも何かやりますよって言ったら予習してきたり復習してきたり、まあ、例えば今回遊びに来た時にブログを読んでくださったりとか、あといろんなこう、じゃあ山下美月ってどんな人なのとかね、遊びってどんなのとか、いろいろ情報を入れるじゃないですか。それによって自分の構えができますよね。あ、こういう人なんだ、じゃあこういう気持ちで行こうとかありますよね。それを全部取っ払いたいから毎回その日に言うんです。準備できない状態で挑んでほしいから。でそういったことも含めて、私はカリキュラムをもう知ってしまっているので SOB は絶対に受けられないんですね。でも他のメンバーは受けられていいなっていつも思います。私も受けたいな、私もメンバーの中入りたいな、なんか熱い集団の中入りたいなとかいつも思います。
でもあのいいですよ、入れてあげますからって言われてるんで、まあ、たまに入れてもらってるんですけど受けではないけど、ちょっとメンバーには入れてくださいという感じで、まあそんな感じでカリキュラムも完全非公開ですし、どの講師がいつ登場するのかとかっていうことも一切シークレットです。そして卒業生たちも卒業してからもそれは一切公開しないことをお願いしています。それは例えばメンバーのお友達が SOB をやりたいといった時にどんなカリキュラムがあるんだということを聞いてしまったら準備ができてしまいますよね。という意味で何人たりとも公開をするなということで、別にね、なんか宗教だとかそういうんじゃないんですけども、それは今度入ってこられる方が十分に SOB を味わっていただきたいという意味で絶対に公開しないでくださいということを言っています。という流れで今日を最後までお聞きいただいても、きっと中身は何もお分かりにならないと思うんですね。じゃあなんでスターティングセミナーやるの。これは多分ここに来ていただいている皆さんというのはセンサーがかなり敏感な、まあね、ちょっとね除外してくれよ的な感じかもしれませんけれども、でも来てしまった方には仲間です。もうね、そこにいるっていう意味では同じですので、かなりセンサーが敏感な方だと思うんですね。ですから別にカリキュラムの中身がどうだとか場所がどうだとかっていうことはきっとあまり関係ない方だと思っています。でそれで、あ、分からないから私は入らないとか、分からないからそんな怖くていけませんっていう方だったらそれはそれでいいんです。分からないけれどもやりたいという気持ち、分からないけれども行ってみようという気持ちで来てくださった方たちばかりだと思うので、この話がきっと続けられるんだと思うんですが、じゃあバカでいられる習慣、まあ私の場合はそのね、三社祭り浅草寺から出てくるとき、でっかい提灯の下を取るときに一番前でいられたら超かっこいいと思いますよ。そんな自分がバカでいられる習慣は、鏡を見ていなくてもめっちゃ綺麗だろうなと思うし、そういう習慣って皆さんどうですか。今の生活の中でバカでいられる瞬間ってどんな時ですか。一つや二つはあると思うんですよね。大好きなことをやっている時だとか、大好きなことをやっている時だとか、大好きな人と一緒にいる時だとか、いろいろあると思うんですけど、瞬間が自分ってバカだなと、バカだなとか、バカでいられる瞬間ってどんな時ですか。バカになりたいなってことはすごいいっぱいあるんですけど、こうふと時間を忘れてしまうとか、まあ、あるとしたら私三日後に国家試験控えてる。そう、何のですか。税理士ですね。はあ、まあ、その勉強が集中してできてるとか、あと、まあ、趣味で合唱をやっていて、練習でこう自分の声の声が自分の中でこういい感じで乗って歌えるかっていうのが、今の生活だとバカっぽい感じです。なんか気がつくと、まあ、食べてなかったなとか、トイレ行ってなかったなとか、食べるのを忘れたいくらい勉強したいっていう時があったりとか、実際それができてた時っていうのも気持ちいいですよね。その方がやっぱり集中できるし、じゃあそんなことができた時の自分ってどうですか。小泉さん的にはおかしいとか、まあ、そういう好きとか、なんか好きなんですけど、なんかすごいその合唱仲間とかその他の趣味でやってるものとかでも全然ゴンと突き抜けてる人は、そういうところを目指したいなみたいな部分もあって、まあ、ここに突き抜けたいと。皆さんそれぞれめちゃくちゃいい顔をしてるんですよ。その自分がバカなことをやっているというか、バカになれる瞬間というか、バカでいられる瞬間の話をしている時の皆さんのお顔、半端ない、すっげえ可愛いしキラキラしてるんですね。きっとその時っていうのは自分のことが一番好きなんだろうなと思うんです。で SOB っていうのはその瞬間を増やす場所です。
自分のそれぞれあるじゃないですか。みんなこうなり、ああなりたい、こうなりたいっていうか、その自分の中で自分らしさ、自分の人生を生きるっていうことにおいて、その瞬間を増やしていただけるためのところだと思っていただければいいと思います。で、なんかこんな話してると、なんか SOB って楽しそうって少しは思っていただけると思うんですが、 SOB めっちゃきついです。めちゃくちゃきついです。まあ、もちろんその今日何をやるかっていうのが今日お知らされるっていうこともありますし、あと、きっとやってこられなかったことばっかりやると思います。で、そこでどんなことが起きるかっていうと、自分が一番見たくないものを見なければいけない瞬間がある。でもそれを見るからこそ自分の一番素晴らしいところに気づく。それを12回ほど やらせていただいてます。その中にはそうですね、人によって違うんですね。人によって来るものも違うし、聞いてくる速度も違いますし、卒業してからめっちゃ聞いてるとかっていう人もいますし、その日の夕方も泣き崩れて寝るしかないみたいな人もいますし、すいませんね、こんな落とすよう申し訳ないんですけども、本当に実際あそこにいるんでね、そういうことは。申し上げたいと思いますが、まあそんな感じです。心のいろんなところを使って1回のカリキュラムを自分の力で完了していただく、それを12回、約6ヶ月間かけてやっていただきます。そうですね、まあだからこそ思い入れも強いのかもしれませんし、メンバーもなんで自分が関係ないところにね、兵庫県から来るのかなって思いますけども、そんなに装備好きなのって聞きたいぐらいなんですが、なんか知らないけど好きになっていただけましてですね、なんですかね、それはあとは卒業生のところもあるみたいですので、生の声を私は体験していませんので、その辺は語れないんですよ、悔しいんですけど。このカリキュラムを受けて私はこうだったっていう言葉は私は一切言えないので、それは経験者からぜひ聞いていただきたいと思います。で、何度も言うようですけども、私は作った方の人間ですが、みんな最低1回はやってるんですね。そしてオレンジ色のポロシャツを着ている人たちは2回はやってるんです。プラストレーナーの研修も40時間ぐらい受けて今やろうとしているんですね。で、先ほど皆さんご覧いただいたように、シドロモドロです。はっきり言って、何を言ってるかわからない、何で話したいのかわからない状態だと思います。でも、いつもそうなんですが、3期4期の最初の時も彼らに前に出てもらいました。で、なぜ前に出てもらうのかっていうと、そのシドロモドロのところ、計算してないところ、それを皆さんに見ていただきたい。その素の部分なんですよ。例えばカンペを持っている、全部流れを考えてきている、多少は考えていると思うんですね。ただこうやってすっとただけで。でも彼がやりたいという思いとか、伝えたいという思いとか、彼女が一生懸命なんか話そうとしているところ、それを見ていただきたいという意味で、シナリオも特にきれいに考えたわけでもありませんし、おどおどびくびくしているところを見ていただきたいなという意味で、好きなようにやってくださいと伝えて今日来ました。なので、彼らの方が SOB を私よりいっぱい知ってますので、それも含めてまた話す機会があると思いますけれども、私の時間はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。自分の人生のどん底ぐらいにいたんですね。それで行った時に、やっぱりなんかもう自分変えようと思って、伊豆江さんのところにスターティングセミナーもけず、昇さんに4期お願いしますって言って入りました。で、それから入ると決めてから、自分の中で自分は何も変わってないんですけども、周りがどんどん変わっていって、
すごく何が変わったんだろうと思えば SOB をに入ろうって思っただけで持って昇さんに入りますって言ってメールしただけだったんです。それから周りがどん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 変わっていって今は結構すごい幸せな気分で何て言うんですか、すごい発症ってやって申し訳ないです何で幸せなんですか。仕事をしてる中でバツイチに子さんなんですけれども珍しく好きな人ができましてそれもあって意外と皆さんに会えることもすごい幸せでいろんな人に対してっていうかすごい人に対して大好きって言ったりとかもう幸せみたいなすごいやるときどうしようと思うんですけどえいっと飛び込んでみると結構いい感じでいろんな発見が あるじゃないかなって思います。早速なんですけど、さっきの同期からちょっとメッセージを預かっているので、ちょっと読み上げさせてもらおうかなと思います。3期のですね、中谷美佐子さんから、お利口さんを知ってます、私。そんな私でした。だからいっぱいいっぱい鎧のようなスーツを着てきて、自分を防御しまくってました。だって失敗したら認めてもらえなくなる。みんなに合わせないと仲間外れになる。だからいい子いい子を演じてそうしていないと不安になるから。でも完璧ないい子にもなれず、また全ての人に合わせることもできず、毎日毎日一人反省会で自分を責めまくる。もちろん自分が嫌いなわけじゃなかった。好きなのにまんま OK が出せなかった私。でもそんなモビルスーツ着ていることにも気づいていなかった。何が起きたのか翌日のセミナーに座っていました。そして終わる時には旅行を決めていた。もう何が起きたのかですが、きっと直感だった。自分に必要なものを感じたんだと思う。きっとそこから SOB が始まっていたんですね。ここに座っている皆さんももう始まっていますよ。ぜひ自分の直感を信じてみても大丈夫。その後無事 SOB でカリキュラムのメッセージが届いていることも、もし小さくてもやってみたいと思ったから自分を信じちゃって、私も、少しだけ先に自分を信じた仲間としてあなたのチャレンジを応援します。中谷美佐子さんからは、マリリンっていう大西マリリンさんが3人またいるんですけども、その人からもメッセージを預かっています。素晴らしかったですね。でもしんどかったんですけど、とてもとてもしんどくて辛かったんですけど、それでも終わったら楽しかったなって。で、そもそも受けたのが自分をもっと好きになりたかったから受けたんですけども、それもかなったなと思える SOB でしたね。そんな感じです。この間卒業しました。僕らです。私は半年前の12月、ちょっと前、スターティングセミナーのちょっと前に水江さんのブログを偶然知って、偶然水江さんを知って、で、偶然装備を知って、で、なんかその時に、あ、行こうと思って、で、水江さんを見ようと思って、その勢いで座ったんです。で、スターティングセミナーこうやって聞いて終わった途端、あ、なんだこういう話かもしかしたら皆さんも感じてるかもしれないけれども、あ、なんか自分に戻ろうとかね、なんか、あ、こういう話たくさん聞いてたんです今まで。で、なんだ結局ここかと思って、で、あ、なしと思って、それで
帰ったんですよ。ちょろちょろちょろっとお家帰って、それで次の日の朝、まあ、なんかそのこれから説明あると思うんですけど、まあ、のぼるさんからメールが来たんですよ。でそこにはなんかまあ、はぁって思って来た来たって見てたら、あの、まあ、一番初めに見てもらったメソビの一期の動画が、あの、まあ、貼ってあったんですよ。でまあ、よし見ようと思ってピッて見て、あの動画が初めて見たんです。私その動画を初めて見た時にびっくりしちゃって、朝8時頃だったんだけど、うわーってもうなんか何が何だか分かんない感情がもううわーって湧き起こってきて、で隣で8時だからまだ寝てた夫を抱きしめたくなっちゃって、抱きしめちゃった気がするんですけど今までそんな YouTube とか見たことなかったんですよ。だけどもうあれ見続けて、もうワン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 夜中一人で真っ暗の中見て泣いて、こんなこと初めてだから絶対ここ間違いないなと思って、そのスターティングセミナーではもうなしと思ったのからどんだいどんでん返しがグーッとあって、で速攻ダッシュで申し込みました。ありえないぐらいいろんな感情を体験しました。本当になんか今まで自分は相当薄っぺらい小綺麗な感情で生きてきたかなって思っちゃうぐらい、なんかもうそれこそ散々泣きましたし、すごい怒った、すっごい怒ったって3回ぐらい1回ぐらい怒って本当腹の底から怒ったし、すごいもう怖くて怖くて体験したことないぐらい怖い思いしてガタガタ震えて、こんな年でこんな怖い思いしたなってぐらい、そんな怯えた自分見ちゃって、だし転げ回るのが楽しくて楽しくって笑って笑い転げてた半年間でした。なんかね、それですごいそんな自分をちょっと体験しちゃって、なんかこんな自分いいなって、すごい自分だったんだけども、なんか妙に、あ、そういえばこんなとこあったらすごい怒り狂うところとか、なんかすごい怯えるところとか、こんなのそういえばあったなっていうのを思い出して、こんな自分ありだなっていいって思えました。以上です。今期卒業しました山根優です。で最年少で今年22歳になります。でこういうセミナーとか全く無縁だし、水枝のことすらも知りませんでした。で私がこれを知ったのってちょうどこの私のど真ん中にいる一番後ろにいる人なんですけど、母親がいます。娘です、ママです。でもともと入るつもりは全くなかったです。でなんで入ろうって思ったかって、母親としてママとして突然変わったんですね。びっくりするぐらい変わったんです。で私もサービスセミナーに来た時に、なんで来たのって言われて、ママが変わったからって声を大にしていました。で本当にママが変わったから来ようっていうのと、ママがこれだけ変われたんだから私も変われるんじゃないかなって思って入りました。以
っちゃ笑ってる。嫌だぜ。で、はい、はい、入る前も水江さんのブログとか SOB のこととか全く知らないで来て、さっき言ってた通り当日にやることを言われ、え？みたいな。で、そのミッションを自分の母親がやってたのって考えると、すげえなみたいな。超すげえなうちの親みたいな。っていうのをずっと思ってて、でもママがここに来てくれたから、私もここが知れたし。ママが変わってくれなかったら今ここにいる自分もいないと思ってます。なんだろう。半年長いなって思ってたんですけど、結構あっという間で、自分は変わった意識は全くないんですけど、急ぎ入ると見たくないものばっかりでした。私は見たくない場所に打ち当たって、あ、泣きそう。いいよ。最後の最後も結構やりたくないってただ込めて、でもやって、なんだろう、今まで見たくないものは全てシャッターをかけてきました。で、話をしててもその話自体を聞こうともしなかった。全部閉めてシャットアウトしてずっと来てたけど、最近卒業してからはそのシャッターをちょっとでも数センだけでも開けて話が聞けるようになったかなと自分で思います。ちょっと開けてる時間が長くなったっていうのかな。でも急ぎに入って後悔はしないと思います。以上です。もともと私は娘と同じくこの自己啓発であったり心に関するセミナーですね、全く無縁の人生を送ってきました。一緒で心屋さんが、紹介されてたブログを本当に私も直前に初めて見て、でそこで紹介されてる SOBSOB って何だろう、バカって何、え、バカって、え、っていう状態で、まあ、見せていただいて、でそこからそうですね、SOB の校長の水江さんのブログをざーっと読み始め、本当にこう理屈ではなく、なんかずっと引っかかって、やっぱりどうしてもでも自分の中で惹かれるものというか気になるものがものすごくあって、でそれで急遽スタイリングセミナーに、2期のスタイリングセミナーに参加をさせて、本当に過酷です。大変です。で何が大変かって、体力的に大変とかそういうことではなく、長い人生生きてきた中で、そうですね、傷ついたり嫌な思いだったりたくさんしてきた時に、たくさんその感情に蓋をされて生きてきてらっしゃると思います。でそれは十人十色で本当に一人一人が違うと思うんですけれども、全くない人ってまずいらっしゃらないと思うんですね。でそこは蓋を閉じておけば見なくて済むもの、そこを全て顔見することになります。自分が必死にこう 見ないために頑張ってきたものを蓋を外す行為になるので、とてもしんどいです。けれども私が SOB で教えてもらったことは、自分の欲しいもの、自分の中で何かが足りないと思ったもの、
すべてはその自分が蓋をしてきた弱くてずるくて汚くて情けなくてそういう感情の奥底にすべてが揃っているんだなということを教えていただきました。SOB で何が変わったかと聞かれると、まあ、先ほど娘が話してたように自覚はなかったんですね。自分が変わってる変わっていくっていう認識は全くなく、ただそうですね、個人差がとてもあると思うんですけれども、私は卒業間近になってなんかすごく楽になったなと思ったんですね。日々の生活の中でなんかすごい楽だなって、肩の力が抜けたというか体の力が抜けてる自分が、その時に、まあ、娘が最近変わったよね、え、何が怒らなくなった、イライラしなくなった、話を聞いてくれるとか、そんなことを言われてもまだ本人は見に来てなかったんですけれども、そうこうしてるうちに自分より周りが変わりだした、娘が変わり、息子が変わり、自分の身近な人たちが本当に手に取るように、先ほどの、トレーナーですね、佐藤純三郎トレーナーなんですけれども、実は同期で、同じ2期で、2期のメンバーとして一緒に過ごさせて、一番最初の彼はですね、お前は男だろっていう。ぐらいのが弱しくて、私でも勝てんじゃないっていう、こいつ蹴飛ばしたら飛んでくんじゃないっていうぐらい本当にこう自信がなく弱々しい感じの、自分の意見を何一つとして言わない、そんな感じで、はい、私にはありえない男性でしたけれども、こう一緒に、まあとにかく最初は距離を取られてたんですね、私は。私も取ってたんですけれども、まあ、近づきたくないっていうことで私に距離をだいぶ取られてたんですけれども、彼らも一緒にこなしてる中で、自分以上にやっぱり彼が変わっていく姿を見せてもらいました。で、その変わっていく過程の中で、やはり楽に変わっていくのではなくて、本当に壁にぶつかって悩みながら、もがきながら日々進んでいく彼の姿。こんにちは、松田由里子です。第一期の伝説の第一期生って言ってましたけれども、はい、一期で卒業しました。前からどっかで不良になりたいなって思うところがあったんですね。やっぱりどこかでそれまでは何かきちんと前立てをしたりとか、まあ、こうやって人前でお話しさせていただくのも突然なんていうのは考えられないし、やっぱり準備をしている自分っていうのがあったんですけれども、そのスターティングセミナーに参加した時にもうやっぱり何が何だかは分からないんですけれども、あ、もうやりたいみたいな、入ってSOB に入ろうっていうのがなんかわからないけどそういう気持ちになってしまってたんですね。で、今日も実は私10時ぐらいまで来る気持ちがなくて、突然やっぱり来たいって思ってここに来て、でちょっと早めに着いたので浅草寺さんで本堂に上がり込んでちょっと心を落ち着けてそれでここに来たんですけれども、まあベタな言い方をすると SOB ってとても家族みたいな、本当にお父さんとお母さんがいて、で一緒の同期のメンバーは同じ兄弟であったり、それからあと時々ちょっとひょうきんな親戚のおじさんが面白いカツラをかぶってきたりとか、突拍子もないことをする考えも想像も及ばない親戚のお兄さんがいたりとかで、家族だから言いたいことを言えるし、ダメなことはダメって言ってくれるし、あといつも見守ってくれているし、学生時代だったらそういう
もうあの親友ともう旧友っていうか、何年も経ってもその時にあの今会ってもその時に戻れるっていうのはあると思うんですけれども、大人になってからの付き合いっていうのはもうなんかその場限りで、久しぶりに会ってもなんかあの気を許せないというか、あのなんていうのかな、学生時代の友達とは違いますよね。でも SOB っていうのを大人になってからでももう本当にいつも気にしていられる、あの気にしていられるっていうのは気になる存在、そしてあの、仲間のいろんな活躍を見ても全然あのなんていうのかな、やきもちとかそういうのではなくて応援したくなるし、でまた自分もそういう風にしてもらえるっていうのがとっても嬉しいし、なんか本当にそういう新しい家族が増えたなっていう、そういう気持ちで自分はあのいます。もしよかったらあの私たちと一緒に新たな家族になれませんかというかそんな気持ちです。ありがとうございます。こんにちは、大好き卒業生の千妙美香と申します。ですね、私は、何を話そうか迷っちゃうんですよ。本当に SOB であの得たものというか、そういうのがたくさんあって、その中でも短い時間で何をお伝えしようかっていうのを迷っちゃうんですけど、いろいろこの SOB に入る前にあの心の勉強とか、なんか生き方の勉強みたいのを本とか講演会行ったりして学んではいたんですけど、もう頭でっかちになるばっかりで、いつまでたっても行動できなくて、でも変に知識だけはあるもんだから、人には偉そうなことを夫とかね、なんか友達に言ったりして、でも全然ダメじゃんっていうのは自分が一番よく分かってたんですね。口だけじゃんっていうのは。でこの SOB は体験型の学校だっていうのを教えて、あ、最初に説明であったので、何をやるかわからないけど、とにかく私に足りないのは体験することとか行動することとか、そういうことだと思ったので、それで私は入りました。それでですね、で入ってみて、やっぱり体験に勝るものはないと。いくら知識を入れたところで全然自分のものにはならないです。やっぱりやってみないと、やってそれができるとかできないとかは関係なくてですね、やって分かる、これに勝るものはないなということをあの SOB で学びました。あとはですね、あのもう講師にしても EP の昇さんにしても本当にすごいんですよ。もう尊敬できる方ばっかり でもちろん同期とか、あの後から入ってこられた2期3期4期かな、なんかみんなすごい尊敬できる人たちばかり で何が尊敬できるかっていうと、やっぱりあの挑戦する姿勢ですね、がすごいなっていつも思って刺激をいただいてます。本当にすごいんですよ、そんなことやるんだっていう、それはね、やっぱりね、あの口だけの人ってわかるじゃないですか、なんかなんだろうな、そのね、あの水江さんもブログに書かれてたんですけど、 SOB って言葉にできないんですよ。本当になんか体験していただくのが一番というか、ですね、まあ、自分のことも好きになれるし、人っていいなって思えるようになれましたし、あと尊敬できる師であり仲間であり、そういう方がたくさん増えました。はい。そんなところで全然まとまってないですけど、私は SOB に入ってとても良かったです。ありがとうございました。
一期を卒業しました小池夏子と言います。どうぞよろしくお願いします。で、あのちょっと同じ目線で私もあの育ってお話しさせていただきます。あの人どっかで見たことあるあ、笑ってるもん出てた、いいともとか出たんですけどあの私は一期で去年の1月のそのあの SOB スタートから参加をしまして、で卒業何月でしたっけ？5月で5月に卒業して、あの7月に、まあ、OL を辞めて、それまでずっと OL だったんですけれども、辞めて起業をしまして、今1年経って、まあ、なかなかちょっと苦戦している感じです。で、まあ、その間に、まあ、本当になんかラッキーでちょっといいともに出たりとかできたんですけど、で今日、もうあの SOB のことは他の仲間のみんなが話してくれたので、今何を話そうかなと思っていて、一番最近の、まあ、リアルな話題で、あの私一昨日ですね、ネオヒルズ族が、まあ、なんか主催しているセミナーに参加したんですよ。でたまたまそれは昔ちょっとあの働いてた会社でお世話になった人がやっぱり独立をして、その関係でなんかセミナーを協力することになって、まあ、ちょっと人数合わせていこうかなと思っていたんですけど、みたいで、これなんか撮ってるのに実名言っちゃいけないんですけど、まあ、その辺がもうバカだから言っちゃうんですねまあいいやと思って、で、その方の私もその人を、あのテレビをですね、地デジになってから全くあの見てないので、私2年くらいほどテレビを見ていたんですよ。で、不思議なことに、そのセミナーに行く2日前に近所のカフェで開いた雑誌にたまたま載っていて、あ、このこういう人が今すごく世の中でなんか名前がなんかあれしてるんだなっていうのを知ったんですね。で、まあやっぱりこう行ってみると、もう本当受付にシャンデリアがあったりとか、あのトイレがすごい無駄にもうすごい豪華だったりとかして、で、一応そのセミナーなんかあのルールを最初に言われるんですけど、なんかあのまず携帯は切りなさい、腕を組んで聞くな、PC とかスマホの電源は落とせで、反ダチ監禁の状態にされるんですよもうすごいなと思って、でもうほんとお金と稼ぐっていう言葉をもう1分間に何回言いましたっていうぐらい、もうずっと稼ぐ稼ぐって言っていて、でやっぱりその時20人ぐらい参加者がいて、またこの層が何をやってる人か本当わからないような、ちょっとやっぱりあの 2番線上を狙ってる若者から、あのもうリタイア間近の本当50代60代の男性から、多分私と同じように個人で起業をしている、まあ、女性とかも本当いろいろいて、でも皆さんやっぱりすごいもう稼ぎたくて真剣なんですね。もう本当真剣に聞いてて、あの、まあ、話をするわけではなく、その中1番弟子とか2番弟子の人が話をしてたんですけど、やっぱり話の内容がすごい上手くて、俗に言う成功法則みたいなことがすごい盛り込まれていたり、でやっぱりこう映像とか見せられて札束を積んでるのをやっぱりもう見ちゃうので、結構こうマインドをコントロールみたいなのされてくるんですよ。でまあ結局なんかそれ、あの私見ててだんだん虚しくなってきちゃって、なんだろうなって、このこんなに一生懸命この人たちお金お金って言ってるけど、なんだろうなと思った時に、SOB ってこれあの卒業するとムーブソウルマスターっていうなんか肩書きをいただけるんですけど、それってその自分の中にある要は魂を揺り動かすようなものを本当はもともと持ってるんだけど気がついていないから見つけましょうっていう、そういうこの学校なんですけど、その人たちはお金を稼ぐことで自分の魂を震わせようとしているんですよ。もう一生懸命に。で、要はじゃあ稼いだら何なのっていうところが全くなくて、でもそれって多分その今の世の中の縮図で、それこそ外見的な成功、ブランディング、まあステータスみたいな。で、まあ私もそれを見たときに、あ、本当にもうなんかこの人たちお金をもう多分稼ぐことができないと思うんですけど、たとえ稼げてもどっかで
そのきっとうつ病になったりとか、じゃあそのお金どうするのっていう、ここのソウルがないので、もっともっと虚しくなっていくと思うんですよ。鎧ばっかり着てるけど中身ないっていう。でなんかまあそんなの見た時に、やっぱりこうもっともっとこう世の中的にももうそれじゃないよっていうのを伝えていかなきゃいけないなっていうのをとても感じて、で、まあ、私も今仕事でそういうことをしているので、やっぱり SOB みたいなものが世の中にもっともっと広まって、あの目覚めてくださる方が増えたらいいなと思いました。はい、なんかちょっとあの違う視点のお話になったんですけど、まあネオヒルズ族ってそんな感じだったよっていう話で、そっちには行かないでくださいという話です。どうもありがとう。SOB の協力講師の足立大和さんからメッセージをいただいています。足立大和さんはあのこれを着るプログラムをご存知ですかね。それのアジアの、トレーナーをトレーニングできる唯一の講師だそうです。すごい人もですけども、メッセージを読ませていただきます。SOB スターティングセミナーにご参加の皆様へ。 SOB 協力講師の足立と申します。いつも確信が欲しかったり安心が欲しかったり、傷つかないような生き方だったり、傷つくなら自分の気持ちや思いを閉じ込めてしまったり、そんな生き方があなたの中で続いているようであれば、担当職に直入に、そして誠実に本編の体験をお勧めします。私は約20年、自己実現や目標達成、また自分らしく生きること、メンタルブロックの解放など多岐にわたって活動してきました。そこで分かっていることがあります。本やメルマガなどで知識を詰め込もうとしても、理想に近づくどころか動けない自分、前に進めない自分がどんどん膨れ上がってくるということです。パソコンで例えるなら、いろんなことができるソフトをいっぱい詰め込んで動かなくなるパソコンのようなもの、健康のためにといろんなものをいっぱい食べて動けなくなるようなもの、何かあったらいけないと過剰にリュックに物を詰め込んで、いざ出発となると歩けない登山家のようなものです。そんな尊い苦力が空回りされている方と何人もお会いしました。今実は南の島にいるのですが、小一の息子が岩で足の裏を切ってしまいました。大した怪我ではないのですが、治療のためにオキシドールで消毒しようとすると、あのしみる感覚が嫌で消毒しようとしません。あのしみる感覚を拒むのです。でもご想像がつくように、その時に消毒をしておかないとバイ菌が入り、産んできてひどくなると痛さが麻痺して腐ってきてしまいます。そして治療の痛さを拒み続ければ切断するという最悪な状態になってしまうわけです。痛みは嫌なものですが、痛いと思った時に対処するのが最も重要な処置になります。ひょっとしたら傷つくのが怖くて孤立を進んでいるのは、最初のオキシドールを拒んでいる状態と同じかもしれません。中には自分らしく生きたいのに生きれない、そんな気持ちで自分を半ば諦めている方もいるかもしれません。腐らないでください。そんなお気持ちがあったとしても、こうしてこのSOB スターティングセミナーにご参加されています。それはあなたの希望であり願いであり、またあなた自身を諦めていない揺るぎない証拠です。どんなに否定してもそこにいるということはあなたの心の声そのものです。どうかその声を、お気持ちを大切にしてください。どんなに素晴らしい人があなたの前に現れたとしても、その人にはその人の人生があるように、最後の最後まであなたの人生を感じて考えてあげられる人はあなた自身です。あなたと同じような思いで本編に参加されたたくさんの生徒さんの喜びの姿、自分自身を取り戻されたピュアな表情や優しい笑顔、そして終了後のたくましい行動力を目の当たりにしてきました。その方たちは SOB を通してその力を、その優しさを、そして自分らしさを自分の力で取り戻されました。疑問があったら山下校長にでも、トレーナーにでも、金子さんにでも何でも聞いてください。あなた自身のために、あなた自身の未来のために、ぜひ生かしきってください。
スターティングセミナー中に聞けないことがあったら懇親会の時でも構いません。スタッフの皆さん、喜んであなたと向き合ってくれると思います。長くなりましたので最後に一言。人生は生まれてから死ぬまでではありません。今から、そこにいる今から死ぬまでが人生です。今日という日は残りの人生の最初の日、そう言われます。あなたの変えられない過去がどうだったという話ではなく、これから変えられる今を生かして、あなたを取り戻す機会、そして瞬間にしてください。 SOB 本編のどこかでお会いできることを楽しみにしています。以上です。どうも、お疲れ様でした。ありがとうございます。2人のトレーナーから始まってですね、うち の校長と、それと卒業生の皆さん、いろいろ今、ちょっと座らせていただきますね。いろいろお話ししていただいて、で、散々バカだな、何だろうって言ってたんですけども、そうは言っても、一応学校というシステムを取っておりまして、私みたいな真面目な人間がいないと成り立たないんです。なので、私の方から、最後に、ちょっと固いお話をさせてください。散々ね、今日学校説明会と言ってきながら、なんか先ほどから何も言えないんです、何も言えないんですっていうことしか言わなかったんで、それじゃあなんか500円払って来た意味ねえだろうっていうのもあると思うんですけども、ただ持って帰っていただきたいのは、本当はそういうことではなく、その先ほどから言っているみんなの内容というよりも、あの人たちが話していたなんかそのかっこよく言ってしまえば波動みたいなものをね、感じていただけたらなと思ってこういう場を設けたんですね。やはり、なんていうんですかね、ここにこうやって来てくださった方がとても嬉しいんです。なんて言って、今こんだけ告知しても今日やっぱこうやって東京で集まっていただいた方が6名いらっしゃいます。まあ大阪と九州と同じぐらいの人数の方がこれからお集まりいただくんですけども、来ていただいてここでこうしてお会いできたってことをすごく大事にしたいなと思いますし、何かの縁もあるんだなと思いますので、皆様に先に SOB の生の情報をちゃんと正確にお伝えしたいなと思ってますね。ですから、九州が終わるまではウェブセミナーは流しません。ですからその間いっぱい考えていただいて、もしもその間に今日当然不明な点がいっぱいあると思います。で、先ほどからも言っているようにカリキュラムの内容は一切お答えできませんが、それ以外のことだったら何でもお答えさせていただきますので、この短い時間の間では全部が絶対伝えきれてないと思うんですね。ですからその辺のところを気軽に質問していただければなと思っています。大事な金額の数字の部分ですね、SOB は受講料が今回は決まっております。今回はっていうのは、もしも前情報がない方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないので、今回はと言ったのは、前回は受講料がなかったんです。ないっていう意味は決まってなかったんですね。じゃあいくらだったのかというと、入学していただくそれぞれの方に決めていただきました。意味わかります？言ってる意味もっと簡単ですね。大先生です。いくらでもお気持ちで置いていってくださいっていうふうにやらせていただきました。後ろにいる一期の人たちもそうなんです。実は一期の人たちはこういった情報も全てないときにそれを突きつけられて入ってこられた方なので、あえていつも伝説の一期って代名詞を付けさせていただいてるんですけども、何にも情報のない中でこういった話だけをして、それこそ卒業生もいません、ビデオもありません。山下瑞江がただここで自分が何でそれをやったのかっていうのを話したところで今の一期の人たちは入ってこられたんですね。しかも受講料は決まってません。勝手にあなたたち決めて入ってきてくださいっつって入ってきた方たちなんです。だから恐ろしいですよね。1000円でもいいし100万でもいいんですよ。金額は一切言えません。いくらぐらいだったんですかって聞かれてもそれも言えません。しかも知ってるのは私だけです。校長先生も各協力講師の方たちも誰がいくら支払って入ってきたかは絶対に分かんないようになってます。これは誓って信じてもらうしかないです。なんでそこを内緒でしたか。山下瑞江も人間だからです。もしもですよ、私はじゃあ1万円払って入ってきました。こっち30万円入って払ってきました。じゃあなんか一生懸命やっぱ30万払ってきた方が一歩引きしたくなる気持ちってお分かりになります。1万だった
してもそんなに肩入れしなくてもいいかなとか、30万だからもし私途中でやめますって言ったら何とかして続けてもらおうかなとか、そういう気持ちってあるじゃないですか。やっぱ人間ですから。なのでそういったものに一切配慮したかったので、その時は校長先生も協力講師の皆さんもスタッフ全員金額は絶対に分かんないような状態でやってました。そうやってやってやらせていただいたんですね。装備で今期、5、6、7期、5期が九州です。6期がここ東京、7期が大阪っていうスタイルになりますけども、3期同時にスタートします。なぜ3期同時にスタートできるかっていうと、今回その1期2期から生まれたトレーナーさんたちが、私たち山下校長のやった SOB を自主開催したいってちゃんと手を挙げてくれたんです。ですから今日こういう場が生まれたんですね。でなかったら私たちだけではあの3期も同時にはできません。今日あのいろいろな情報を何かしらの心屋さんだったりとか、シアンさんだったりとか、あの何かの紹介を見てきていただいて、で何か感じるものがあってきていただいて、あの SOB そのものに興味を持ってきていただいたってことに、あの今日は本当に感謝をします。ありがとうございます。本当にあのさっきからも言ってるように、わけもわからないものにあの来ていただくっていうのはすごく勇気のいることだと思いますし、あの高な500円ですし、だけどやっぱり今日ねもうすでに4時半回って変な話1日もう潰れちゃうような状況の中であの来ていただいた。しかも話を先ほどから聞いてたら、そんなに、ね、山下の店ってものをそんな知ってるわけでもなかったり、 SOB の前情報もいっぱいあったわけでもない中で来ていただけたのは、いろんな方が言ってたけども、きっと何か引っかかるものがあったんじゃないかなと思います。あの別にそれが SOB がどうのこうのじゃなくて、皆さん一人一人が今ただ生きてるんじゃないんだなっていうことだけはなんとなくわかるんですね。何か変えたいとか、何か新しいことをこう探してるとか、今の現状がちょっとおかしいんじゃないかなってきっと感じている方たちだと思うんですね。でさっきあの私の前にお話ししてくれたあの一期の卒業生のね、なっちゃん、なんあの小池夏子さんなんですけども、さっきのネオヒロズ、ネオヒリズ族ギアですね、ネオヒリズ族、六本木ヒルズだとかあの辺にね若くして事務所構えて住む人たちのことを言うんですよ。だってあそこ住むのいくらかかるか知ってます？とてつもない金額ですよ。だけどあの別にそれはその人のあり方なんですよ。別にいいわいいわ、お金を稼ぐことが目的だったらそういう勉強やねセミナーに行けばいいし、あとメンタル的なこと、セラピー的なこと、自分の気持ちがちょっと落ち込んでるんで上げてほしいって言うんだったら、そういうセミナーもいっぱいあります。ワークショップも、もしも SOB がそういうどちらかのお金を稼ぐだとか、私の気持ちをどうにかこう上げてほしいとかいう形をね期待されていたんであれば、ごめんなさいします。一切そんなつもりはこっちはありません。さっきも言ったように皆さんあの分かりやすく説明してたから、変わった変わったっつってるけども、自分たち何にもしてないんですよ本当に。ただ場を提供してるだけなんです。でないと、場を提供しないと本当にそういうさっき言ったそのびっくりするようなことが起きてしまったら、命に関わることもいっぱいあるじゃないですか。人間生きてればこれから今日帰るときに何が起こるか分かんないのがサプライズであって、全部分かってて予知能力があったら全て嫌なところは避けて通って、できればやりたくないことも選ばないで、いい方へ楽な方へ、人の評価がいい方へ、
てやって、なんかかっこいいねとか頭いいねとか、いろいろ良かったねとか、なんかそういう褒められる言葉を言われるような選択だとか、あと自分が今までの生きてきた経験上の中でできれば避けて通りたい部分は、事前に分かってれば全部避けて通りますよね、分かってれば。でも通れないのが人生の前にそれが出てきた時ってどうなります？固まりません？足動かなくならないと思いません？でもしもちょっと勇気を振り絞って何かしようと思うとガクガク震えません？その感覚分かります？あの震える時って止めても止めても震えるじゃないですか、ガク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 、あの状態ですよね、いわゆるガクブルってやつ。俺絵描けないんですけども、ガクブルってやつありますよね。あの状態が日常で起きる時もあるんですよ。あの時が自分の本性なんですよ。あれで怖いのは正直な自分なんですよ。怖いよ。普段いい格好してたりかっこいいこと言ってたって、実際その場面に来てみたら怖ってたまんなかった、何にもできないような感じのこと、そんなような感じですよ。そんなような感じのことを SOB は意思的に作らせていただきます。体験型ですし、メンタル的にも作らせてもらいます。そういうところに、そういう空間にあたかもいるような感じを作らせていただきます。そんな中で初めて、本当初めてじゃないですけどね、今まで何か見てきてるけども嫌だったから一番奥の奥の底の方に沈めて蓋を閉めて見ないようにしていた自分に出会わなければいけなくなるんです。その時に出会った自分と直面してもらいます。なのでみんなが細かい内容は言えませんけども、変わった変わったっていうのは、その部分をちゃんと確認して帰ってきたから自分の本来の姿を思い出したんです。変わったんじゃないですよ、思い出した。なので私たちはこれを、本当に時間がないんでごめんなさい、全て伝えられるか分かんないですけども、さっきも山下が言ったように、きっといいやつが増えたらなんか変わると思うんですよね。この日本もそんな大それたことって思うかもしれないけど、絶対思いますよ。ママが変われば子供絶対変わるじゃないですか。そしたら旦那さん良くなったり、家庭が変わったり、で地域が良くなって、町が良くなって、で国が良くなっていくんじゃないかなと思うんですよね。で絶対にそんなのあなたたちがやることじゃないよとかね、私たちがやることじゃないってきっと最初にやる人たちは思うと思うんですよ。でも絶対に最初にやる人はいるわけで、で最初から、今だからこそ有名になってる、今だから有名になってるけど、最初は普通のただの人ですよ、やりっぱしなんて本当に。だけどあの人はあの人なりに自分で一生懸命頑張って今ああいう地位まで上り詰めて、まさかあの当時あの人の横にいた人や目の前にいて、あの人の本当の姿を見てた人がほんの数ヶ月数年先にこんなことになるのって絶対想像してないですよ。でも今本当になんかね、自分はあんまりよく知らないけど、そのメディアも出てるの、今出てたりとかしてるらしいけども、あ、そっか、止めてもらわないとこういうことになってしまいます、ごめんなさい、止めてもらわないと。ただもしもやろうと思うんだったらちゃんと確認してください、悩んでくださいと思います。まあ入ってきた人たち聞くとね、なんか全然そんなこと考えてませんでしたっていう人が主なんですけども、でも散々悩んで悩んでもらって構わないです。わけのわかんないとかあったら何でも聞いてください、カリキュラムみたいなことは全てお伺いします。ごめんなさい、こんな感じになってしまいましたけどもトレーナーさんが締める、はい、じゃあトレーナーに締めていただきますんで、この後懇親会行かれる方は、5時から会場入りしますので一緒に行ってみましょう。でそうでない方、今日本当にお付き合いいただいてありがとうございました。申し遅れましたけど、私株式会社ベリーナの代表取締役金子昇と申します。人格をやってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。